ただいまよりジャイアント馬場一周忌喧嘩の儀始めさせていただきます。1月31日、世界の巨人ジャイアント馬場がこの世を去ってちょうど1年。ジャイアント馬場一周忌喧嘩の儀が東京後楽園ホールで執り行われました。この喧嘩の儀には親族関係者を含めおよそ300人が参列。白覆面の魔王ザ・デストロイヤー、この日のために来日したスタン・ハンセン、また生前親交の深かった徳光和夫さんや松山千春さん、そして力道山夫人桃田恵子さんも訪れました。1年前、余命2時間と宣告されながら28時間自らの体と戦った偉大なるレスラージャイアント馬場、最後の最後まで生涯現役を貫いたその生き様は人々に深い感動を与えました。昨年5月2日、東京ドームでこのデストロイヤーをタッグパートナーに5759試合目を戦い、馬場さんは引退しました。デビューから実に39年もの間、人々に夢と感動を与え続けた馬場さんはかつてこう話していました。ファンに楽しんでもらえる、それにレスラーは生きがいを感じなければいけない。ファンあってのプロレス、それが馬場さんの哲学でした。そのポリシーは今門下生たちに確実に受け継がれています。三沢光晴を中心に川田、小橋、田上、秋山らが馬場さんの意志を胸にリングの上で戦い続けています。王者の魂は今もなお彼らの中に生き続けています。本日はお忙しい中、ジャイアント馬場一周忌喧嘩の儀にお越しいただきまして誠にありがとうございました。馬場さんが亡くなり1年経ちましたが、馬場さんの残してくれたプロレスというものをレスラー、社員、スタッフ一同これからも守っていきたいと思いますので、これから何かとまたご迷惑をかけると思いますが、お力添えのほどよろしくお願いします。今日はどうも本当にありがとうございました。30分の一本勝負で行われますジャイアント馬場一周忌追悼興行です。遊撃戦士垣原正人、高山義弘、世紀末の怪物高山義弘、白いテープが舞います。井上正夫、甲斐の怪力井上正夫、本田多門、オリンピックの星本田多門、レフェリー山本で行われます30分の一本勝負タッグマッチ。こちら高山垣原、久々にこの2人がタッグを組みました。こちら高山です。対する第68代アジアタッグチャンピオン、この2人本田、そして井上、画面の左が井上正夫、そして画面手前赤のレスリングタイツ本田多門、本田が腰のあたりを押さえています。険しい表情を見せました。さあ久々のタッグ復活となりますこの高山、そして垣原、どんな試合を見せるのか、あるいはこのアジアタッグのチャンピオンの2人がチャンピオンらしい試合展開を見せることができるんでありましょうか。30分の一本勝負です。まず先に残った青コーナーは高山、そして赤コーナー井上正夫が残りました。
ゴングが鳴りました。30分の一本勝負です。まずは両者睨み合い、どちらが先に仕掛けていきますか。後楽園ホールは早くも超満員のお客さん、シーンと静まり返っています。さあファーストタッチ、まずは両者組み合った。リング中央から高山が押し込んでいきます。井上正雄の背中がロープについています。放送の解説は竹内康介さんです。竹内さん、はい、まずは高山柿原、久々のタッグ復活となりましたね。なんか本当に久々という感じがしますよね。ちょっとまあ今日のこのタッグマッチですけどね、はい、アジアタッグの香りとですね、ノーフィアの香り、そしてアンタッチャブルの香りがしてますよね。これこそ今の全日を象徴するというそんな感じでもありますね。非常にやっぱユニークなこのタッグマッチになってますね、はい、初めてジャイアント馬場さんが取ったタイトル、それがアジアタッグ、その伝統を脈々とこの受け継いでいます。アジアタックチャンピオン第68代井上正雄、顔をかきむしっていきます。背中へグーパンチ、そして首のあたりをロック、自陣に持ち込んだ。井上から本田多門にタッチされました。一旦離れます。両コーナー対角線上、高山がちらっと井上の方を見ました。さあ両者下から捉えると非常に険しい表情をしています。力比べ、両者の両手組み合った、胸を合わせる。さあどちらが勝るのか。本田多門は1963年8月15日生まれ。この1963年、力道山で亡くなった年でもあります。対する高山は1966年9月19日生まれ。この年の5月、ジャイアント馬場さんは第8回ワールドリーグ優勝決定戦に臨んで、ウィルバー・スナイダー初の勝利を収めました。それからすでに30数年の時を経ています。ジャイアント馬場さんが亡くなってちょうど1年、その一周忌を追悼する興行、試合の権利、高山と本田多門。さあ高山から柿原へ、久々のタッチが行われました。さあ柿原のキック、レガースには赤い UWF の文字があります。柿原雅人ロキック、ハイキック、ハイキック、倒れた。本田起き上がる、柿原捕まえに行く、低い体勢。本田多門もアマチュアレスリング、オリンピック3度出場の経験があります。この辺り血が騒ぐんでありましょうか。竹内さん、この2人の攻防というのも楽しみですね。まあ、今日のこの4人はですね、やっぱり2000年に向かってやっぱりファンの期待が最も高い4人だけにですね、はい、やっぱりステップアップは相当期待されるものがありますからね、ファンの期待という部分では、この井上正雄、そして本田多門のアジアタックチャンピオン、この2人については竹内さん、どういうふうにご覧になってますか。もちろんチャンピオンにはなりましたけどね、本当の進化、やっぱり評価はこれからの防衛戦の内容、そして相手ですよね、はい。昨年10月アジアタック決定リーグを制して第68代アジアタックチャンピオンになりました本田井上組。その後明けて2000年1月11日鹿児島大会で泉田長谷組を破って初防衛を果たしています。ただ今竹内さんのお話にあったように、これからの防衛戦ということが一つ強化のポイントになってくるわけですね。それとですね、まあ、アジアタックを一つの手土産にですね、はい、世界最強タッグ戦に挑んだんですけども、これはやっぱりまだまだ世界の壁の厚さをちょっとやっぱり実感した部分がありましたからね、最強タッグでは1勝6敗、大森組から1勝を挙げるにとどまりました。さあ青コーナー、秋原から高山にタッチされました。あー足の長いこのコンパスを生かして、おっと井上正雄リング下転落です。リング下転落、井上正雄苦しんでいます。さあどんな表情をしているのか、井上正雄、秋原が追っていく。さあどうする、傑作の方に投げる投げる投げる、傑作が投げた、おー強烈、おー前の方に崩れてきました。さあさらに踏みつける、柿原どんな表情だ、柿原どんな表情だ、苦しい。さあ高山も追っていきます。高山も来ました。さあ高山が画面の右の方から走り込んでこようというところ、高山にぶつけた、キック、井上正雄フラフラです。口を開いています井上正雄、なおも高山柿原。何か竹内さん、久々にこの2人が合わさって、この今まで封印していたような、そんなこの気迫が蘇ってきた、そんな感じがしますね。なんかお互いのうちに秘めた気迫がですね、いい形で出てますよね。
ともに打撃系のこの技を中心とした UWF インターを経験しています。それだけに高山は話していました。柿原さんと組むことで今までタイミングがなくて出せなかったそんな技を出すことができるのではないか、それを意識してやりますというふうに言っていました。さあダブルのキック、マサオ前から崩れる。アジアタックチャンピオン、これではいけません。カウント2で返しました。さあもう一度カバーに入るか、いや両足を持った。さあどうする、足を挟んで、さあこのままひっくり返すと柿原の体勢であります。さあいけるか、井上苦しい、返したい。さあサソリのこの毒が出るのか、いった。さあ井上正雄ロープまでまだ1メートルあります。柿原もぐっと腰を落としている。さあ井上正雄がロープの方に寄ることができるか、本田智が入ります。柿原右腕をですね、もう少し深く入れたいところですね、はい、さあ正雄が前に出る、正雄が行く、正雄が行く、この表情、この表情、届いた。サードロープに手が届きました井上正雄。しかしその表情苦しそうです。今度は柿原がこの井上を持ち上げた、そしてロープを使って何かを見せる、トップロープ越し、おっと2位を落とした。ちょうど首のあたりすねが入りました。ロープを掴んでいます、ロープを掴んでいます。後ろから高山タッチ、高山が再び入ります。この高山、96年の9月に川田を U インターの神宮大会で迎え撃ちましたが撃沈、その後日本武道館参戦したのは91年3月1日、いきなり世界タッグ選手権、しかし川田田植え組に敗れました。その盟友ゲイリー・オブライトを今年亡くしました。まあ高山にとっては竹内さん、はい、この馬場さんが亡くなってからの1年というのは非常に激動の1年でありましたよね。ただ最近のこの高山のですね、特にハイキックを見てますとね、はい、なんかこの馬場さんのやっぱり16問キックを連想させる部分があるんですよね。あ、そうですか。そのあたりのこの馬場さんとある意味似た体格、大きな体格、そしてこの大きな足、それを存分に生かしています。向こう上面から今日も、そして今日は馬場さんがこのリングの様子を見守っています。あーっと超空スリーパーに行こうという高山、この太い腕、リングの中央です。逃れることができません。さあ本田はどうするのか、このままグラウンド押さえつけた、押さえつける、苦しい苦しい、ゲホという声が聞こえました。高山のえげつない表情、さあ今度は井上が反逆、しかしグーパンチ一発、ニーリフト、あっとちょっと腰に粘りがないか。竹内さん、ここまでどういう風にご覧になってますか。ちょっとやっぱり完全なですね、高山柿原組のペースでですね、アジアタックチャンピオンチームはちょっとまだいいとこないですね。これは完全にこのアジアタックチャンピオンがペースに乗せられているという風に見ていいですか。相手側のペースになってますね。チャンピオンとしての風格を見せなくてはいけない。しかしこれはいけません、反則技。おっと高山がこれは苦しい、セカンドロープにもたれかかるようになりました。再び井上、おっと今度は手首のあたりでこねていきます。目つぶしにいった。さあ今度は本田が入ります。グランドン体勢、ヘッドバット、あっとこれは痛そうだ。おっと高山が本田の腕を取られている、取ってますね、はい、さあこの位置からちょうどまっすぐの方向に、あっと足を伸ばした、逃れました。いや苦しんでいます。これは竹内さん、かなりダメージがありましたね。やっぱ高山の場合打撃系プラスですね、はい、やっぱり関節技を持っているのが強みですよね、まあ、そういえばこの高山がまだ全日本に正式入団する前、ジャイアント馬場さんがこの高山、私が実況でこのレスラーという言葉を使ったらですね、はい、馬場さんはレスラーじゃないというふうに一つこだわりを持って話したことがありました。まだこの打撃系の技でガンガン押していくという高山、
受けがまだできていなかったということなんですが、まあ、竹内さん、この高山のこの1年の成長というのもまた大きかったですね。馬場さんが生きてた時にですね、高山のような選手は1回アメリカでゆっくり出してみたいということを言ってましたんでね。あ、そうですか。やっぱりそういう部分で馬場さんも期待してた部分がありましたよね。さあ、そしてその高山が久々にこの柿原と組んでのリングとなります。10分を経過しました。ジャイアント馬場一周期追悼興行、アジアタックチャンピオンの本田井上組対高山柿原、久々の一夜限りワンナイト決定、このタッグを組んでいます。さあ、試合の権利が井上から井上に移ろうというところ。リング下、柿原をどうする、鉄柵振った、背中からバツンと当たりました。さらにその腕を持った、逆の方向に振っていく、逆の方向に振っていく、激しい当たりです。さあ、まだ井上が攻めていきます。柿原の頭を捉えた。さあ、ここから今度は井上、おっと、マットの方に叩きつける、握り拳中に戻します。タワーに入った、2カウントで返しました。この辺りで流れを変えたいところですね。はい、しかしこの流れを変えなければ逆にいけませんね。そうですね。第68代のアジアタックチャンピオンです。デビュー9年目にして初めてベルトを取った井上、そしてそのパートナーが本田多門。本田多門はアジアの経験があります。さあ、2人のブルーパスター、腰を強打、カバーに入るか、肩を押さえた、カウンター2。さあ、多門が抱えます。さあ、ここから1回2回、井上さんは膝へ、脇腹を落としていきました。カバーだ、2カウントで返しています。柿原がしかし今、竹内さん、これ苦しそうですね。相当ボディが効いたようですね。はい、さらに得意のヘッドバット、本田多門2発、柿原の体が徐々に崩れていく。ヘッドロックから、おっと、ヘッドバットキックで返した、フラフラになりながら高山にタッチ、狙ったハイキック、モンゴリ打って倒れた、井上総合リングした転落。さあ、高山行く、ジャンピングニーが突き刺さった。さあ、さらに前からオブライトが乗り移ったようだ、キック、カウント 2.5 で返しました。いや、今のスープレックス、竹内さん、すごかったですね。強引に持ってきましたね。はい、師匠のブライト譲り、そんな感じがしました。あおっと、キックをかわした本田とも、さあ、どうする、ネックブリーカーガルプ、さらに1回転、井上が入る、アジアタックチャンピオン、流れをつかんだが、さあ、井上行くぞ、ラリアット、カバーに入った、カウントどうだ。さらに首を絞めていこうというところ、ショートタイツの星は鶴田の星、あの星、これもジャイアント馬場さんが得意にしていました。カウント2です。デビュー10年目を迎えようという井上さん、担ぎますかね。担ぎます。高山115キロ、あー、少しかわしたディールト、これは苦しい、足を自転車を漕ぐようにバタバタ動かしています井上。さあ、そして柿原、今度は高山呼んだ。この2人のコンビはもう長いことあります、違和感はありません。井上投げた、まず高山、さあ、そして柿原、何をキックか、想定か、キック、かかと落とした、前から崩れた井上、苦しい、アジアタックチャンピオン井上苦しい。さらに柿原、あと腕を取った、腕ひしぎ、逆十字固め、本田が入ります、本田が行く、頭を落としていきました。竹内さん、先ほどあの井上雄が川津落としがありました、はい、あれもまたジャイアント馬場さん得意にしていた技ですね。ただですね、やっぱりその高山を担ごうとしたあたりからね、焦りあたりからね、またまた流れが変わってしまいましたからね。あ、そうですか。この辺のやっぱり爪の甘さがまだまだアジアタッグチャンピオンチームとしてありますね。
青コーナーの高山柿原、現在は高山をノーフィア、そして柿原はアンタッチャブルで活躍。翔太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 久々に見ました。おーっと後ろから援護射撃がありました。15分経過しました。ジャイアント馬場一周期追悼工業、おーっと正雄体を投げ出して、そしてラリアット、柿原崩れた。30分の一本勝負は15分を経過しています。本題の上のここは続かないんですよね、はい、ペースが2点3点。さあ今はどちらかというとアジアタックのチャンピオンにその流れが傾いているか。ホンダヘッドバット、さあさらに、あーっとここでも決められるか、決められない。おーっと柿原返した、柿原返した、柿原返した、カバーに入るか、入れ返しています。カウント2、さあ柿原が決める、後ろ取った、ジャーマンの体勢、ジャーマンの体勢、落ちていけられない、返した返した、柿原逃れました。あーっとまま強引に行く、強引に行く、強引に来てしまって返した返した、返した、足を取っている、動かない、井上がカットに入りました。お、高山が来ました、高山来た、井上を落とした、井上がリングした、転落。さあこの間に、さあ柿原反動をつけて長打、かわした、かわした、マサオ、カモンでいった。しかしこの次、武井さん、ここからですね。やっぱりフール行く前にね、どうしてもやっぱり数秒の差が出てしまうんですよね。さあその正雄が帰ってきました。正雄が高山をリング下に投げ捨てた。試合の権利があるのは本田、そして柿原。さあ本田が柿原の後ろを捉えた。さあ本田行くぞ、ジャーマン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 、投げろ投げろ、本田投げろ、ダメです。あーっとまだ強引に引っ込こうとする、井上が行った、手助け、手をカット。さあ本田行った、抑えた、カウント3、アジアタックチャンピオン面目を保った。ワンナイト限りの限定タッグ、高山柿原を破りました。アジアタックチャンピオン本田井上組です。武井さん、はい、流れは2点3点しましたが、結局のところアジアタックチャンピオンが勝利を収めました。まあ、今日のようにですね、最後の最後までやっぱり勝負を諦めない戦いを続けることですね。これからの防衛戦に向けても非常にいい材料になりましたね。まあ、当然ピンチの連続はあると思うんですけどね、はい、それでもなおかつ諦めてですね、小さなチャンスかけようと見つけていくことですよね。最後はいい勝ち方になりました。本田井上のコンビネーションがバッチリと決まりました。17分01秒、最後は襟固め、本田井上組が勝利を収めております。ジャイアントの馬一周期追悼興行、そのジャイアント馬場さんも向こう正面から本田井上の成長ぶりを温かく笑顔で見守っています。ジャイアント馬場さんが常に考えていた明るく楽しく激しいプロレス、ジャイアント馬場一周期追悼大会におきまして、全日本プロレス初の試みとなります。中央の参加の新発作パトボイヤ、まず先陣を勝って出ましたのは小川義成です。まず最初にこのリングに上がったのが小川義成、世界ジュニアのチャンピオンでもあります。そして今場内にはマンガケアボスマンのテーマが高らかに鳴り響いております。リング上に待つ小川、そして今ゆっくりとマウナケアボスマンがブルーのマットに歩み寄ってまいりました。ボスマンがコールされました。特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんが指示しまして、今12人参加時間差バトルロイヤルがゴングが打ち鳴らされました。まずは小川とボスマンの一騎打ちになります。この時間差バトルロイヤルは12人参加、この2人の他に2分おきに1人ずつの選手が入ってくるという展開になります。放送の解説は竹内康介さんです。竹内さん、はい、それにしてもまた斬新な面白い試みですね。このバトルロイヤルの中で最も面白い試合方法ですよね。今はリング内は小川とモスマン、その後に、まあ、残り10人の選手が入ってくるわけなんですが、さあ決めにかかるか、バックドロップ、早くも小川が4の字で4の字で丸め込んだ。さあデストロイヤーがカウントを数えます。カウントは2です。ちょっと今そのカウントにですね、今竹内さんこれは抗議してるわけですね。
ちょっと今場内は今デストロイヤーコールになりました。なかなかいいレフリングですね。そうですね、このリング上の特別レフリーのザ・デストロイヤーさん、そしてサブレフリーといたしましてマイキー井上、そして西永、この3人のレフリーによって試合は裁かれてまいります。最初の2人、小川、モスマンが今場外戦になっております。今場外でマイティーの西田がリング上からデストロイヤーが早くリングに戻るようにという指示を送っております。さあ間もなく30秒しますと3人目の選手、淵正信が入場してくるということになりますが、武井さん、これがですね、人数が増えるごとにリング上は混戦模様になってきますよね。もう次から今度は変速タッグ状態ですからね。あ、飛びついた、飛びつき DDT、 額から落ちました。おっ、カウントは2です。さあ残り10秒となりました。この2人でまず決着をつけるということはどうやらなさそうです。あ、今場内は淵正信のテーマが出てきます。さあ今リングの中に1本で向かおうという淵正信です。場内大きな拍手が今淵正信に出てきました。さあ淵に突きかかっていったのはモスさん、そしてニュートラルコーナーでは小川が今当たり飛んでいる状態です。さあ武井さん、ここからが見どころですね。さあこれであと小川がどっち側につくかですね。そうですね、今淵とモスマンがやり合ってるんですが、小川がこれをちょっと今これ静観してるっていう感じ状態ですね。そうですね、さあ入ってきました淵が元気よくこのモスマンに攻撃を仕掛けて場外に落として、さあ小川も狙いますね。小川狙います。小川と共闘はしません。いやー、淵にしますと、まあ、一気にもうこれ2人を相手にするということになりましたね。この辺りが淵のしぶとさんまさでしょうね。そうですね、今顔面ナックルパートで小川をフラフラにしました。場内一斉に淵コールです。あ、そして踏みつけます。いや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 、淵がもうこの3人目、まあ、若い番号での入場なんですが元気いっぱいです。さあ今場外からモスマンが入った。あ、そのモスマンも蹴散らさんと、いや小川が来ました。さあここで小川とモスマンが手を組みました。ダブルで淵をロープに飛ばした。クロスラインです。あっと、ここで淵がタイムです。タイムをかけました。タイムというのはないわけなんですけれども、さあ次の入場まで30秒、4人目の選手は橋誠なんですが、その入場まで残り30秒となりました。あら、今竹内さん、また淵がちょっとブレイクしてますか。こんまいですね、そしてずるいですよね。そうですね、今場外はぐるぐる回ってスタミナを蓄えているんでしょうか。さあそれを見て淵が今リングに上がった。すかさずカバーに入ります。あっと、そういう美味しいところは取らせないと。小川がすぐさまストンピングです。残り10秒切りました。あっと、テーマがありました。さあ青コーナーから入ってきますのは橋誠、突撃コンビの橋誠が入って、さあこの橋がどちらにつくんでしょう。おっと、橋は入っていきなりモスマンにやられています。竹内さん、この辺りは一番若い人間をまあ最初に攻めておこうというところなんでしょうか。私はね、モスマンはね、むしろ自分のね味方で引こうかと思ったんですけどもね、はいはいはい、攻撃を仕掛けましたね。そうでしたね。さあリングの中は今橋と小川の一騎打ちになりました。それを淵とモスマンが静かに見ているという状況であります。特別レフェリーのザ・デストロイヤーがこの戦況を見つめ、そして裁いております。まあ、こうやって人数が4人、5人、6人と増えていきますと、ある意味こうお互いに協力し合ってですね、1人でも数を減らしたいところですよね。やっぱりそもそも自分の味方を作っていかないとですね、なかなかやっぱりその勝ち抜いていくことは難しいですよね。そうですよね。さあ小川が振ってモスマンのキックが待っていた。前のめりに倒れた橋、さあこの後どうするんだ。この3人は小川、モスマン、そして淵です。橋はそろそろ味方が欲しいところですよね。欲しいですね、欲しいですね。飛ばされて、あー、これはちょっと四面楚歌と申しましょうか。3人に取り囲まれてしまっている橋誠です。なんか4人のこの距離感というのが高橋さん、どうも微妙ですね。なんかお互い牽制し合ってますよね。そうですね。さあ5人目の入場まで残り30秒を切りました。小川が橋を抑えて、ご覧のように顔面を引っ張っている淵正信です。さあここで、ただこの橋は頭が硬い、そのあたりはよく知られているところです。逆水平打った。5人目で入ってくるのが金丸、残り10秒を切りました。
この次入ってくる金丸が橋の味方になるんでしょうか。なんとも微妙な情勢。さあテーマが何に来た。ドンキック赤コーナーからは、さあ金丸が走ってきた。金丸が復活を待ってきました。さあ金丸が入って、ちょっと金丸はこの戦況をまだ掴みかねている状況です。さあ小川と金丸、そしてフチとモスマン、橋が1人という状況。ニュートラルコーナーに振って、まだ今5人入ってきているんですが、武井さん、誰もまだフォールは許してないんですね。そうですね。それとですね、やっぱ入った瞬間この戦況を読むことがまず一番大事なんですよね。今金丸もちょっと躊躇したね。やっぱり誰が攻められて誰が誰とかと組んでるか、この辺によってやっぱり自分の戦況が随分変わってますからね。ですよね。金丸が今小川にトップロープ越しにこう攻撃を仕掛けて、フチとモスマンが今やり合っている。ここは橋がうまいんでしょうか。ニュートラルコーナーを背にしてどの戦いにも加わっておりません。さあ、フチは逃げに入ってますね。そうですね、フチは今ちょっと休憩でしょうか。ジャイアント馬場一周忌記念大会であります。この会場の中にはジャイアント馬場さんの家がこのブルーのマットを見つめております。まあ、明るく楽しく激しいプロレスを標榜したこの全日本プロレス、その明るく楽しい部分、当然激しさもありますが、馬場さんもきっとこの試合を楽しく見ていることでしょう。さあカバーに入って、まだフォールを許しません。ちょっとこの特別レフェリーのデストロイヤーさんに文句をつけるシーンがちょっと多いんですが、まだこの5人の選手は入場して誰もフォールは許しておりません。やっぱりまず小川がちょっと疲れ始めてますよね。そうですかね。次の6人目の選手の入場まで30秒切っております。さあリングの中央、パワーボムの体勢で追っていきます。あ、ハンド、ちょっとお尻の大部分が見えてまいりましたが、この辺りはちょっと足が、まあこの辺りが一番高いですが、さあ6人目の選手はこのテーマソングに乗ってもうタリツボ、青コーナーからもうタリツボが堂々と来ました。またまたうるさい男が出てきましたね。さあここまで来ますとですね、神田君だったら役所が入ってるいつものゴール。さあ口が使った。やはり当然のようにいつもの戦いがあります。口は桃田に突っかかった。桃田コールに包まれております。後楽園ホールであります。さあ今6人になりまして、それぞれが口と桃田、小川と橋、そして金丸とモスマンという構図、ご覧のように淵がずっと顔面を踏みつけております。おっと今これで淵がまたブレイクと言います。さあ今度はあと今淵が放送席の前、何やら苦しそうな表情で我々にアピールしておりました。さあチョップの乱れ打ち、チョップの乱れ打ちが始まりました。場内が、竹内さん、これはまたいつにない盛り上がりになってまいりましたね。そうですね。これやっぱり一番元気のいい人間を潰すか、あるいはですね、もう疲れ果てている人間を潰すか、この辺の判断も難しいところですよね。それから日頃の人間関係も出ますね、これはね。当然出ますね。そうですね。さあ入り乱れてスリーパーホールドをモスマン、そしてコーナーに追い詰めているのが金丸。次の7人目が入場するまで残り30秒を切りました。モーダが張っていきます。モーダが張っていった。連続チョップを打っていきます。そして今青コーナーを背にしてモスマンがスリーパー、あ、小川が目つぶしです。小川が目つぶし、今もうこれはですね、砂漠レフェリーのデストロイヤーさんもこれは大変な作業になっております。リングをくまなく見なければなりません。さあ8人目の7人目の入場まで残り10秒切って、あーテーマが鳴り響きました。赤コーナーから入場は丸藤直道、まだ一人もフォールされていません。まだ一人も脱落しておりません。さあ入ったなり、いきなりトップロープから、あーとーりた、さあカバーに行った、カバーに行った、全員が追いかぶされ、カウント3、最初の脱落は小川義成。いきなり入場した丸藤がボディアタック、来てやったりですね。これはですね、まあ、アンタッチャブルという一つのメンバーの構成員ではあるんですが、ちょっと小川は納得いきません。小川はね、当然自分の味方が来たと思ってですね、一気に勢いづいたんですけどね、その裏をかかれましたね。そうなりました。最初の脱落は小川義成、しかも同じアンタッチャブルの丸藤に丸め込まれるという意外な展開になりました。
ました。この中は6人です。右手からのあっと縁が武井さん、いやらしい攻撃をしてますよ。えげつないですね。さすがにこのデストロイヤーも、レフェリーのデストロイヤーさんも止めに入ります。ご覧のように今リングの中は6人の選手、砂漠レフェリー、特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんです。さあモスマンが金丸を抱えた。バックドロップはさあカバーに行けるか。いや誰も行きません。この辺りはどうなんでしょうか。ちょっとこの中に置きまして、人間関係が微妙になってまいりました。次の8人目の入場まで30秒を切っています。次の8人目は森島になるわけなんですが、こういうコーナーの攻め方もあるんですね。そうですね、複数の人間でぐいぐい締め上げました。いやこう見ますとですね、やはり縁当たりがしぶといですね。なんか残りそうな嫌な予感がしますよね。そうですね。ちなみに淵正信は3人目での入場でした。さあテーマが鳴りに行きました。8人目の入場は森島たけしです。このコーナーの奥から入ってまいりました。金丸をボディースラムしたのは桃田。さあ桃田の、おっと、いや、ストンピングで、お、森島が入りました。今その前にですね、竹内さん、はい、橋のカバーをみんながカットしましたよ。そうですね。あれはどういうことなんでしょうか。何の狙いがあったんですかね。桃田がカバーしたんですが、みんなそれをストンピングでカットしてしまいました。これまでのところ脱落したのは小川芳太のただ一人であります。会場の中からはジャイアント馬場さんがこのリング上入り乱れている12人参加の時間差バトルロイヤルをサラクは楽しく見つめていることでしょう。さあ桃田の集中攻撃は森島と丸藤。この辺りは日頃のまあ積もり積もったものがあるんでしょうか。モスマンも加わってますね。あれ、あ、カルオロ来た。そして、あー縁も今度は場外からエプロンから、うわーこれはきつい。なぜここまで桃田が嫌われましたかね。なんでなんですかね。いやー桃田が一人集中砲火を浴びております。ちょっとこれは意外な展開。森島丸藤あたりはまあちょっとスカッとした表情というんでしょうか、なんとも言えるいい表情をしておりました。さあそして今度は攻撃の的が橋に移っています。橋を相手に丸藤、あーとヘッドバットだ。しかしどうしてもこの頭の硬さは橋です。さあ次の9人目まで残り30秒を切っています。いや武井さん、ここまでまだ1人しか脱落していないってちょっと意外じゃなかったですか。しかしね、勝ち抜いていくためにはそろそろリングの中を整理しておかないとですね、そうですね、戦いにくくなってきますね。そうですよね。まだこの人間関係といいましょうか、その線引きというものがはっきりしておりません。ボディースラムして、さあ今度は森島が抱えます。何かこう試合前の練習風景を見ているかのようなボディースラムの共演であります。さあテーマソングが鳴り響きました。このテーマは菊池です。赤コーナーから菊池が入ってまいりました。以上そのカップをひたすらにボディースラム。さあボーダーカバー、ボーダーカバー。いや、どうしてこう桃田がカバーに行くとみんなでカットしてしまうんでしょうか。やっぱり桃田狙いなんですかね。なんか不思議な光景ですけれども、さあリングの中には菊池が入りました。今ニュートラルコーナーに丸藤がトップに立とうというところです。フリースラムを打って、さあトップから丸藤が、あーと丸め込んだローリングクラッチホールド。森島脱落と、その返す刀でまた丸めた。丸藤も脱落であります。ローリングクラッチをめぐりまして、森島そして丸藤、この2選手がほぼ同時に退場となりました。このバトルの場合ね、ホールの仕方もよっぽど考えていかないとですね、自分が抑え込まれるケースもありますからね。そうなんですね。さあ三度桃田がカバーに行きますが、なんでなんでしょう。さあこの辺りでちょっとファミリー軍団対役役紹介という構図も少し見え隠れしてまいりました。菊池が入って、また別のテイストがこのリングの中に持ち込まれています。バックのタップ、バックドロップ、あとカバーに行かれたのは桃田だ。スリーカウント、なんとなんと竹内さん、桃田でしたよ。この辺りまで来ると縁がね、自分は戦わないでね、選手を非常にまコントロールし始めてますよね。そういえばそう、縁がこうやって赤コーナーでリングを背にしてるんですね。もうほとんど戦わない状態ですよね。そうですよね。これで小川、桃田、丸藤、森島、この4人が脱落しています。
リングの中に目を移しましょう。現在6人います。桃田が脱落しまして、あーラッシャーです。ラッシャーのテーマが鳴り響きました。場内もこのラッシャー木村のテーマを立ち伸びていたかのように大きな歓声。さあ気合十分、入念に体を動かしてラッシャー木村がリングに向かってまいりました。10人目の登場はラッシャー木村であります。リング上は6人です。ラッシャー木村、淵正信、菊池剛、マウナケアボスマン、金丸義信、橋誠。あっと入場からいきなり邪魔されました。また淵ですよね。そうです。いやー、このバトルロイヤルにおける淵のやらしいこと、やらしいこと。さあまず組み合ったのが菊池と橋。こうなってきますとですね、まだちょっと股間を抑えているラッシャー木村なんですが、悪役紹介が淵、そして菊池といます。そしておっと今桃田が今エプロンからリング内のラッシャー木村に知恵を授けたと申しましょうか、なんかアドバイスを送っている姿が見えました。さあ今、わっと来た。このいつもの音は変わりません。場外に、場外、ほら、さあ場外に落として次の11人目、次は永源なんですが、その入場まで30秒切りました。さあマイクを手にした。うわー響いた、連発で打った。場内にこの音が響きました。橋はダウンです。橋はリングの中に戻れるんでしょうか。さあちょっとリングの中は少し静かになりました。永源の入場まで10秒。さあ乗りました。あるべきは真実登場という感じがしますね。お待たせしましたね。さあ永遠です。永遠が入ってまいりました。また場内が一層にぎやかになってまいりました。すでに桃田が脱落しておりますので、リングの中で永遠桃田が絡むということはないんですが、場外で激しくやり合っております。あーっと、さあヘッドを取って、これはおそらく細かいミスト状になって桃田の顔面にヒットしているが、さあいった、エプロンサイド打った。なんかこうリングに上がる前から乱れ打ちというこの永源の唾なんですが、さあ混沌としてまいりました。ちょっとこのカメラのレンズも唾で曇っているという感もありますが、さあ永源がリングの中に入りました。最初に突っかかっていったのは橋、コーナーに振って、なんか橋が困っている感があります。菊池が、そうですね、これで淵、永源、菊池と悪役紹介は3人揃っています。なんかずるい司令官が2人になった感じしますね。そうですね。さあ12人参加のバトルロイヤルなんですが、残り1人は滋賀健太郎になります。その入場まで30秒を切りました。さあ今この木村、淵、そして永源、この3人が何やら不穏な空気が漂いつつあります。顔面をあっと鼻っ柱をかきむしって、さあ指を使っています、指を使っています。10人目、これが最後の入場になります。滋賀健太郎です。この滋賀の入場をもちまして、全選手がこのキングの中に集まったことになります。さあ永源も、永源も集中砲火。滋賀健太郎、そして橋誠、この2人によりまして永源に集中砲火。さあバックドロップ、あっとすごい角度のバックドロップだ。モスマン、菊池、そして金丸一斉にカバーして橋が脱落です。橋がバックドロップで退場、逆水平を打ちます、ヘッドバットを打ちます。さあリングの中を整理してみましょう。永源がいます、淵がいます、そして木村、菊池、志賀、モスマン、金丸といます。
モスマンは最初の小川との一騎打ちからずっとこのリングの中に残っているというわけで、モスマンもだいぶこの中では生き残ってますね。モスマンと縁が長いんですよね。長いんです。さあ今ラッシャー木村とエーゲン、その後ろから縁、当たりはいつものファミリー軍団対悪役紹介、そういう構図が見えつつあります。逆線打ちます。エル打った。この辺りはちょっとファミリー軍団のラッシャー木村は分が悪い。悪役紹介3人の集中砲火を受けています。画面ターン。いやーこれは心情的にはラッシャー木村を応援したくなりますね。そうですね、もう3対1状態ですからね。おっと、はい、押し合いましたね。滋賀がカットに行きました。滋賀が救出に行きました。ラッシャー木村を救ったのはなんと滋賀。さあ入り乱れてまいりました。木村は一人で狙われる展開、それを救ったのが滋賀。ただ今ちょっと静観している状態、距離を取っています。さあジャイアントスイングに持っていくのか。さあ今手につまして力を込めます。回るか、一気に回すか、永遠があるか。さあ回った。ジャイアント馬場さんが見つめる中、この後楽園ホール、エーゲン・ハルカがラッシャー・キムラを回しました。さあ一斉にカバー、二人にカバー、一気にカバーだ。二人とも一気に脱落。エーゲン、そしてラッシャー、この二人がジャイアントスイングで二人ともリングを離れることになりました。やっぱりここみんなが見つめている状況の中で二人が戦うというのは最も危険な状況ですね。そうですね、そうでしたね。確かにそのジャイアントスイングを回している間、ま、全員がずっと見ておりました。さあもう一度リングの中を整理しましょう。残っているのは5人の選手です。最初から残っているモスマン、そしてフチ、菊池、金丸、そして志賀健太郎です。このモスマンが最初の小川との一騎打ちから残っています。あっと今永遠が何やらこのカメラに向かってアピールしております。あ、今モスマンがですね、デストロイヤーもなんか味方に引き込みましたね。レフェリー、特別レフェリーのザ・デストロイヤーさんをちょっと味方につけて、おっと、いや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 、なおっと今フチをファイティングポーズをデストロイヤーさんに向かって取っています。場内はデストロイヤーコール、そして、まあ、バーニングの志賀金丸は今2人して静観です。さあモスマン、フチ、そして菊池、なんとも言えない微妙な距離感、緊張感があります。さあ今度は滋賀、一番最後に入ってきた滋賀に2人がかりの攻撃、そしてモスマンが金丸をロープに振った。キックが入った、ズバッといった。まだカバーにはいけません。さあ金丸がまず捕まってしまうのか。ボディースラムで抱え上げた。こうやって一人で、おっと、さすがこの辺りはバーニングの結束です。丸め込んだ、丸め込んだ、スモールパッケージホールド。菊池がカバーされています。滋賀も危ないぞ。滋賀逃れました。いや、竹内さん、この辺りうまかったですね。早かったですね。あのままカバーしてって危ないですよね。そうなんですね。ここで菊池が脱落になりました。残りは4人です。口が促してもうリングを降りるようにということで、さあ4人です。おお、モスマンに突っかかりました。3人が、いやいや、志賀は、おお、志賀は果敢にも口です。武井さん、これ意外でしたね。今やっぱり志賀金丸組ですかね。うん、このバーニングの2人で自由を決しようというんでありましょうか。12人さんから時間差バトルロイヤル、25分が経過しています。さあ志賀と金丸の2人がそれぞれ分かれて、このフチ、そしてモスマンを相手にしています。飛びついた、ラストのシダース。このバトルロイヤルの中にあってこういう技を出してまいります。見せますね。そうですね。さあ2人がかりだ、ドンピック、カバー逃げるか。あ、モスマンを、さあフチが捕まりましたね。フチを、さあこのいやらしいフチを捕まえられるか。2人がかりです。いや、あー、うまい、見てます見てます。さあバックの音、バックの音、うわー、バックドロップ、えげつない強烈なバックドロップ。さあ、あ
と志賀はなんとかほどこうとしますが、あー3カウント入りました。金丸が脱落、こうなると武井さん、志賀がピンチになりませんか。しかし今度はね、やっぱ手強いモスマンを狙ってるわけですよね。あー、ドロップキックは縁にヒット、ドロップキックは縁にヒット。さあリングの中は志賀とモスマン、ニュートラルコーナーに振って、さあ制御式、あーと投げつけた、投げつけましたモスマン。この辺りは体格の差が、さあそして、さあハーフボストンクラブだ、次がハーフボストンクラブに入ってモスマンもアシストします。フォールかギブアップ、フォールかギブアップで、ああギブアップの声が聞かれました。2人がかりでは仕方がありません。さあ残り1球打ちになりました。最初からこのリングの中にいたモスマン、そして3人目に入った淵正信、場内はチーコールです。いや竹内さん、この最初からいたモスマン、そして3人目の淵、よく残りましたね最後まで。しかし淵はなんとかここまで勝ち抜けてきたんですけどもね、ここをどうクリアするかですね。これは難しいですね。さあスライディングして足を捉えた、ここからはもう誰も邪魔するものはおりません。バックマット、バックドロップ、今日はこのバックドロップが強烈だ。決めに光ります淵正信、馬場さんが見つめています。その馬場さんの前でこの12人参加バトルロイヤルを締めくくるのは淵正信か。万全のカバーに入った、おー返しました。先ほどから再三にわたりましてカウントが遅いよと言わんばかりに淵が苦笑いをこのザ・デストロイヤーさんに送っています。丸め込んだ、丸め込んだスモールパッケージオールド、あとこれはどうだ、微妙です微妙です。まだまだボールは許しません。さあ逆さ抑え込み、逆さ抑え込み、いやもうこれ25分以上戦ってますから、両者体力の温存具合がどういうものかちょっと気になるところですが、モスマン返した、さあいくか、フィッシャーマンズスープレックス、ガッチリロックしています。カウントは2、最後まで残ったのはこのフチ、そしてモスマン。頑張れ、ああ今ザ・デストロイヤーさんから頑張れという声がかかりました。あとは若さかずるさかですね。ですね、もうご覧のように肩で息をしております。距離を取って、さあ最後の力を振り絞ってこのバトルロイヤル締めくくれるのは果たしてどちらか。距離を取ります、テイクドロップキック、明るく楽しく、そして激しいプロレスをしっかりと展開しています。さあデストロイヤーさんの見つめる前で足4の字固めに入りました。あーロープブレイク、まだほどきません。今ようやくその足がほどかれました。デストロイヤーさんの見つめる前で足4の字固めを出しました淵正信です。もう一回行くか、足を捉えてぐるっと待った、あとお尻のあたりを蹴った、返す刀で、おっと回り込んだのはモスマンだ、モスマンだ、モスマン回り込んでる、カウント3、カウント3入りました、カウント3入りました。最後に丸め込んだのはマウナケアモスマン、高々と今デストロイヤーさんに右腕を支えられました。12人参加の時間差バトルロイヤル、最後は若さのモスマンでした。ずるさの、そしてうまさの淵を丸め込んだのはマウナケアモスマン。12人参加バトルロイヤル2番目、最初からリングにいましたモスマンがこの12人参加のバトルロイヤル見事に制しました。竹内さん、はい、このバトルロイヤルをトータルでご覧になっていかがでしたか。まさに期待通り最高に素晴らしい面白いバトルロイヤルでしたね。そうでしたね、淵が最初から最後まで本当に憎らしい面を見せました。トータルの勝負タイムは29分38秒という長きにわたるバトルロイヤルでした。優勝を飾ったのはモスマン、今そのジャイアント馬場さんの見つめる前で深々と
その勝利の報告をいたしました。12人参加バトンロイヤル全日バット初の試みはアウナケアモスマンが制しました。泉田純が直径4メーター55センチの丸い土俵から6メーター四方のリングに戦いの場を移したのは今から9年前1991年馬場率いる全日本プロレスの門を叩きました。そしてその翌年デビュー、そのパートナーがラッシャー木村とジャイアント馬場でした。ジャイアント馬場一周忌追悼興行、馬場への恩返し。ちょうど1年前、全日本プロレス最大の悲劇の日、川田の右腕にはギプスが巻かれていました。その右手尺骨骨折からの復帰は 99.5.2 東京ドームジャイアント馬場引退記念興行。そして昨年8月、両目ブローアウト骨折による眼球障害で長期戦線離脱、 1.17 大阪で復活を果たし、今日はジャイアント馬場一周忌追悼興行、間に合った。馬場が見守る思い出の後楽園ホール、馬場さん心配かけました。川田が心のふるさとに戻ってきた。本日のセミファイナルシングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー270ポンド、泉田純。デビュー戦は馬場とのタッグでした。泉田純。赤コーナー250ポンド、川田俊明。馬場さん僕を見てください。川田俊明、ジャイアント馬場一周忌追悼興行、川田俊明対泉田純です。放送の解説は竹内康介さんです。竹内さん、はい、川田俊明 1.31 間に合いました。帰ってきてくれましたね。皮肉にもこの川田俊明、右手尺骨骨折からの復帰はあの5点にジャイアント馬場引退記念興行でした。ラリアット、まず泉田が先制、左のラリアットを見せました。そして今日はジャイアント馬場一周忌追悼興行であります。今日の後楽園ホールには向こう上面ジャイアント馬場の遺影が飾られております。その中での戦い、天国に届け。ヘッドバットでお返しは泉田です。逆水平を放つ川田、ヘッドバットの3連発、膝を落とします。川田こらえております。さあそして竹内さん、はい、まあ、1.17 で川田俊明復活したんですが、この川田にとっては今日の 1.31 という意識前からあったでしょうね。まあ、最初はですね、ここでカムバックしたいというのが川田の目標でしたからね。さあ川田がエプロンサイドから放送席前リングの下であります。ようやく足を崩しました。泉田が来た、ショルダー、鉄柵に腰が打ち当たりました。泉田が追ってきます。川田を鉄柵に、そして走った、スピードに乗った、二段蹴り、顎に命中しました。そして竹内さん、はい、1.17 からのこの大阪大会からの川田のこの調子などを見てですね、はい、川田の調子というのはどうなんでしょうか。まあ、大阪大会では小橋に敗れ、そして最後の横浜の最終戦ではですね、はい、大森からまさかのピンホール負け、はい、確かにですね、星は結びついていませんけどね、体と気迫、これはやっぱり徐々に戻りつつありますからね、そういう面ではやっぱりまさにそうですね、春のチャンピオンカーニバルあたりにはですね、川田の本当の復活が見られるんじゃないですかね。なるほど。そしてこの川田ゆっくりしていられませんね。2000エキサイトシリーズ 2.17 札幌大会でベイダーとの待望のシングルが組まれましたね。いよいよ待ちに待ったベイダーとの最後のこのシングルですよね。さあその注目の川田であります。ニュートラルコーナー、キックを顔面に当てます。両目のブローアウト骨折による眼球障害から復活しました川田です。思えば 99.1.2 に大阪大会三沢を破り第21代の三冠チャンピオンになりました。しかし右腕の尺骨骨折、ジャイアント馬場はその知らせを病床で聞きました。激しい試合だったがチャンピオンが怪我をしてしまってはと心配したそうです。馬場が見届けた最後の三冠王者、川田俊明であります。ヘッドを当てる泉田、キックでお返しは川田です。胸元にキック、ミドルキック、その右手尺骨骨折から100日ぶりの復帰はあの 5.2 東京ドームジャイアント馬場引退記念興行でした。そして昨年8月の両目ブローアウト骨折による眼球障害、これからの復活、そして今日のこの 1.31 ジャイアント馬場一周忌追悼興行に間に合いました。スピンキック、
今のかかとでしょうかね。いい角度で入りましたね。ちょうどかかとですね。当初はこの川田物が二重に見えるということで大変心配されたんですが、今の当たりを見てましたらこれはおそらく心配というのはキャッとはまってましたよね。さあ距離を取った、ハイキック、ニュートラルコーナーに泉田が串刺し、崩れ落ちていきます泉田。こういう蹴りが的確に入るようになれば心配はないんですよね。あのスピードといい、そして川田独特のあのコンパスの角度、川田がこの思い出の東京コラケンホール、馬場が見守る中でのこの川田対泉田、ジャイアント馬場一周期追悼興行であります。45分の一本勝負、逆スイング、おそらく天国に届くでしょう。バックスイングから打ちました、ネットバット、キックを当てます、村本へのキック。そして竹内さん、はい、その 2.17 札幌大会なんですが、川田対ベイラーというのはここまで2度流れてるんですよね。そうなんですよね。ですからね、本当もう最後に残ったね、注目のシングル対決なわけですよね。そうですよね。1度目はあの5大シングルでした、はい、そして 1.22 川田が宇佐を破ったんですが、尺骨骨折がありましたね。まあ、それだけにね、ファンもね、このカード本当に注目してただけにですね、まあ、川田にとってはまさに待ちに待った対決ですよね。そうですね。その 2.17 札幌、それを控えている川田、今日のこのジャイアント馬場が見守るジャイアント馬場一周期追悼興行、なんとしてもこの泉田を相手にいい試合をしたい、もちろん勝ち星を挙げたい、内容にもこだわってくるでしょう。低いキックを見せました。まあ、川田選手のとってですね、馬場選手への恩返し、はい、やっぱりまあカムバックが第1段階、はい、そしてやっぱり第2段階はやっぱ三冠チャンピオンに返すことですよね。そうですね。2カウントで返した泉田です。ジャイアント馬場が見届けた最後の三冠王者、川田俊明です。現在三冠チャンピオンはベイダー、そのベイダーにノンタイトルではありますが 2.17 札幌大会でシングル戦が組まれています。かかと落とし、テーピングをしている泉田、去年の暮れから横隔膜を痛めているということで今日のこの試合もテーピングをしております。早くも5分が経過しました。少しずつ立ち上がってくる泉田、しかし川田の蹴り今日冴えてますね。容赦ないですね。試合序盤からの串刺しキック、そしてスピンキック、かかと落とし、この川田の蹴りが冴えています。おこな泉田はなんとかこのヘッドバットで攻撃の糸口を見つけていこうという攻めでありましょうか。バックスイングから逆水平、そしてミドキック。やはり川田の攻撃の起点はこの蹴りですね。蹴りですね。しかもやっぱ顔面を狙っての蹴りですよね。はい、どうでしょう、レスラーというのは怪我をした時におそらくその恐れというのを一瞬でも持つと思うんですが、はい、この復活してきた川田にとって恐れというのはもう記憶の彼方に下がっていることですね。リングに上がったらそれを吹っ切るしかないですからね。ニードロップ。さあそしてストレッチプラム、後楽園ホールの赤コーナー、王者のコーナーでストレッチプラム入りました。どうでしょうか、決まり方としては両の腕で絞っていきます。体勢を十分にした、ストレッチプラム、ババがその馬場の家が見守る中でストレッチプラム赤コーナー東京後楽園ホール、ジャイアント馬場一周期追悼興行、まだひねるか、まだひねった、ノープブレイクです。今特別な思いというのを感じてしまったんですが、感じますね。やっぱりね、今日のストレッチプラムね、やっぱり川田独特のなんかね、自分の気持ちの中の張りといいますかね、それやっぱりこもってますよね。それが今のひねりに出てましたね。出てましたね。さあ痛めている胸のあたり、川田の容赦ない攻撃が続きます。 1.17 大阪大会で147日ぶり対小橋戦でカムバックを果たしました。そして 1.23 横浜では155日ぶりに田上とのタッグ復活がありました。張り手を見回っていきます。張り手、左右の張り手、レッドバット連発、目に響いているかもしれません。たまらずテイクダウンは川田です。汗びっしょになっています。ヘッドを落とす泉田、ロープに飛んで勢いをつけた、逆サイドからもヘッドを落としました。カバーします。
立てません川田。そして泉田が颯爽と青コーナーのセカンドロップからトップに立った。青コーナーのトップヘッドトス、川田よく見ていた。おっとよく起きましたね。よく見ていたのは川田、そしてこの泉田もよく見ていました。ツーカウントです。そして泉田にとってもこの馬場さんが見ている馬場の家が飾られている中での試合ですからね。これはやっぱ不甲斐ない試合はできないですからね。この泉田デビュー戦のトップパートナーがラッシャー木村とジャイアント馬場でした。さあ赤コーナーです。かつて馬場が立っていた赤コーナー、そのトップに立ちました。ヘッド今足で迎撃がありました。さあ川田反撃、片指固め、ほらカウント2。この川田の怖さが攻め込まれている時の反撃の怖さですよね。さあこれですね、一瞬の切り返し。今度は攻めに転じた川田です。グネーのキック連発。東京後楽園ホール、ジャイアント馬場一周忌追悼興行です。膝へのキック、太ももでしょうか。蹴りを連発させさせていく川田、ちょっとふらついてきた泉田です。ちょっとサンドバック状態になってますね。大きい距離を取った、ラリアット、川田のラリアット返しました。今のラリアットいかがですか。いい入り方をしたんですけどもね、なんとか泉田頑張りましたね。ふらついた中でも泉田が返していきました。2リフト胸に響く3連発、ちょうど痛めてる箇所ですね。なおもカバー片指を止め、泉田も恥ずかしい試合はできません。先に立ち上がったのが川田です。10分が経過しました。おっとまともにヒット、一方的な展開になりつつある。さあすかさず片指が止め、カウント3、延髄でしたね。川田俊明、ジャイアント馬場の家が飾られた東京後楽園ホール、見事な復活を東京のファンに、そして天国の馬場に報告しました。一発で仕留めたという感じですね。ちょうど泉田が膝をついた状態の延髄だっただけですね、一番いい状態で入ってしまいましたよね。川田俊明 1.31 間に合いました。そして白星を挙げました。あれから1年経ちました。天国の馬場さんに届け、川田俊明延髄切り。10分と12秒、川田俊明がジャイアント馬場の家が飾られた東京後楽園ホール、見事な復活です。さあそして川田には待っている暇はありませんね。もう次のシリーズですね、もう目前に迫ってますからね。 2.17 札幌大会、北海道立総合体育センターのこけら落としですからね。ベーダー戦なんとも負けられないところですよね。はい、ガッチリと握手しました。泉田、そして川田です。次期シリーズ以降楽しみな川田俊明、ジャイアント馬場一周忌追悼興行、見事な白星を挙げました。ジャイアント馬場一周忌追悼興行、ありがとうさよならから1年、今なお馬場さんを忘れられない心優しいファンの方々に送ります。まず2000年の目標はノンフィアとしてバーニングを倒して世界ダッシュ、そして打倒秋山、大盛り入場してまいりました。そしてその秋山が入場してまいります。全日本のリングは今やプロレスの4文字を真に愛する者たちためのリングであります。99年最強タッグ優勝、そのインタビューでは自分たちの自分のための道を突っ走りますと宣言しました秋山。2000年の到来とともに全日本プロレスに新たな歴史が刻まれようとしています。秋山入場、馬場さんの死去、鶴田の引退、川田の欠場と、タグでは3つの苦しみを乗り越えてまいりました。そしてタグのファイトに馬場さんの加護を見ようとするファンの期待が、赤いパンツの継承する男、馬場さんが生前最後に描いた大好きな海の油絵がプリントされたガウンで入場しました田上明。2000年のテーマは打倒ベイダー、そして見定越え、
これまでのレスラー人生において最大の戦いになりそうです。今の全日本はこれだけ頑張っているんだよという、そういうのを馬場さんに見せないというかましくんか、やってまいりました。見よ命を張った男たちの姿へ、今年入場してまいりましたバーニングスピリット、観戦の胸には数々の思い出が巨大しているはずです。今の第一戦で戦い続けるスタンハンセン、そのコロナ禍で生き続けるまま、新潟県の荒海とテキサスの荒野、一人静かに絵を描く寡黙な男とブルージーンの陽気なヤンキー、まさに全存在をかけて戦った男たちでした。全日本プロレスがミサー中心に生まれ変わりました。覚悟を決めたスーパーアスリートたちは己が生きていく道を再建するために立ち上がりました。険しい道のりを踏破してきた彼らにこの一年に拍手を送りたいと思います。ミサラミサラ入場、本日のメニューの最後の300本にお送りしました中田龍林のアナウンサーによりますコールです。おめえは機敏だからだと初めて一般からレフリーとして馬場さんに採用されたのが一番の思い出という和田恭平レフリーさばきます。さあ天使さん、はい、一夜限りの超世代軍結成ですが、おやハンセン田植え来るですか。しかしね、こんな豪華な6人タッグマッチはね、うん、世界のどのマットを探したってちょっと見れませんよ。これは三沢小橋3年ぶりこれに秋山が加わりました。そして一方昨年最強タッグのリベンジという形になりますハンセン田植え、そして大森は2年目の春ハンセンの元で修行、その後馬場とトリオを組んだ、ま、恩返しマッチということにもなりますか、ね、まさにその通りですね。さあどういう試合になりますか、先陣を切るのは一体誰でしょうか。小橋健太の表情を引き締まる、ハンセンが挑発をしている、数々の戦い模様がこの中に凝縮されています。さあ大森が出るのか、ハンセンを制している感じだ。さあ大森新境一流し大森、ここは秋山じゃないですかね。大森と来ればその大森といずれは三冠戦をやろうという秋山か、兄弟は秋山コールです。大森秋山で始まりそうです。三沢小橋さんのように大森との戦いもそういう風にしたいという両者組み合いました。ロープに振るタックル、声もよくれている黒いパンツ大森構えた、一歩二歩距離を取りました。秋山右に回ります、アマレス流のタックル、いいポジションを取りました。リングの中央もう腕を取っています。秋山胸が合いました。この秋山純世界最強タッグ V2、 そして1月10日熊本大会世界タッグ V2、横浜三冠戦ベイダーには敗れましたが、高橋さん秋山らしい攻め込まれ込んだのは十分に秋山いい部分を見せましたよね。なんか自分が言ってその哀愁を感じさせない名勝負、まさに見せてくれましたよね。今度やったらという期待がありますよね。それとね、やっぱりこのリングを見てて一番感じるのはね、このもう亡き馬場さんがですね、ハンセンと戦ってた時代初めて、その時まさにこの大森秋山は若干12歳ですよね。なるほどね、まさに年月と言いますかね、うん、それを本当にやっぱり感じますね。小橋は言います、この秋山純が俺の正面に立った時、本当の意味で全日本の新時代ということを言っています。さあ今度は力比べの体勢でしょうか、胸が合いました、力比べです。大森は言います、一昨年の10月に悩みを馬場さんに打ち明けた、好きな風にやってみろ、
最強タッグ高山選手と乗り切ったんですが、その評価を聞く前に馬場さんが指導してしまいました。一番号泣していたのがこの葬儀の時、大森でしたね。やっぱりノーフィアとしての活躍をやっぱり見てもらえなかったわけですからね。とにかくドロップキックだけはあの馬場さん褒めてくれたという大森、今日はそのドロップキックが出るでしょうか。そしてノーフィアとして活躍、その後その片鱗がこの小橋そして秋山にぶつけていくことができるでしょうか。オレンジクラッシュ小橋健太が出てまいりました。この小橋選手は確かこの新人23歳の時の誕生日89年でしたか、初めて馬場さんとアジアタックをやったのがここでしたね。ありましたね、相手はフットルースでしたね。馬場さんその時51歳、思い出のこのリングであります。そしてその年馬場さんとタッグ初対決をしたのもこの後楽園でした。おっとチョップを防いだ、エルボーを打っていく、さあチョップとエルボーの打ち合いが見られるのか、ぐるぐるエルボースマッシュ、小橋を倒しました。大森いいぞという声が飛んでいます。さあそして三番線へのつなぎであります。ハンセンコールが来ていますが、あちょっと打ち合う、この小橋とハンセン、ハンセンに打たれて打たれて、そして小橋、この後楽園でもなどのバリアットを切って大きくなってきたんでしたね。10年前にですね、シングルで初めて対決した時、もうたった4分でしたよね、小橋がやったら、はい、おっとハンセンも入れ込んでいます。このハンセンがまた小橋と対戦しますと違ってくる、燃えてくるんですよね。ハンセンとにかく世界最高タッグ決定リーグ戦では、まあ、優勝は逃しましたが準優勝、本当に彼女とのコンビで我々を魅了してくれました。さあ空手のチョップをブロックしてエルボーを落としていきます。そしてニュートラルコーナー、ここから何が何でもらさないという体勢を入れ替えた小橋、そしておっと左右の上にチョップを打っていきます。もうハンセンの腕、それから胸板が真っ赤、ねえ竹内さん、はい、あのハンセンの胸板真っ赤見ると馬場さんがあの小橋や河田や三沢の打撃を胸に受けて真っ赤にしてこれ耐えた、思い出しますね。それでもにっこり笑ってましたからね。そうでしたね。さあハンセン田上の合体プレーが一つ見られました。小橋を捉えました田上明であります。田上明さあこの跳躍もあります。この人馬場さんが解説席で本当に自慢げに、この男は跳躍力もあるんでねとね、本当に嬉しそうに語っていたのを思い出します。88年の1月2日お正月後楽園、馬場さんとタッグでこの後楽園でデビューしました。それだけ期待がかけられていた田上ですね。田上の今のねドロップキックパスとね、馬場さんのちょうど32問の助走に非常によく似てるんですよね。あそうですか。そしてまた大型選手を育てるのがまた大型の馬場選手、うまかった、うまかったですね。当初このデビュー戦この後楽園では88年黒タイツだったんです。竹内さん覚えてますか。はい、そうでしたね。その後ジャイアント馬場さんが赤い方が体が大きく見えるぞということで、この赤いパンツの継承者、馬場さんの継承者になりました田上明です。ちょっと捕まえてしまいました、捕まってしまいました。さあ三沢光晴が出てまいります。さあ三沢光晴王道継承、調子のいい時に出る、そしてまた調子のバラメーターを測るこのドロップキックであります。リング中央重い田上を持ち上げました、抱え投げ、そしてセットオン、そのままカバーに入る三沢光晴、場内からという鳴く声が聞こえました。調子よさそうですね。5分が経過しました。このね三沢の先頭を見ますとね、ちょっとやっぱりあのタイガーマスク時代が蘇る部分がありますよ ね、 そうですね。思い出せばそのタイガーマスクで思い出すんですが、タイガーになるため帰国したその特訓をやったのが馬場さんと一緒でした。そのアパート探しも一緒にやってもらったそうであります、この三沢光晴です。そしてこの馬場さんのベストバウトが三沢にピンを取られた試合、あの武道館、これは意外なんですね。馬場さんはその試合を挙げてましたよね。そしてその後に俺は生涯現役だというあの名言を吐いたのがジャイアント馬場さんでありました。そして馬場さんはやり遂げる素晴らしさ、そして貫く大切さを我々に教えてくれました。その三沢光晴を今大森が捉えております。竹内さん、今このジャイアント馬場さんの家の元で見守る中で各選手試合を行っていますが、ブレイクマスター亡くなってからの方がこの大森社長に見られているような気分がするというんですよ。それがやっぱりいい効果を生んでますよね。ジクシリーズ2月の19日に若菅井大会でこの三沢との一騎打ちがあります。それだけに力も入ります。エルボーを突き上げる、エルボーを打ち下ろす三沢、エルボーどっちなんだ、エルボースマッシュ、エルボー合戦、三沢のこのエルボーは馬場さんにとっての16問、さあどっちなんだ、三沢が勝ちました。さすがですね。これはねもう今日はね6人が6人ともね、はい、馬場さんの手前何が何でもやっぱ自分の意地を見せたいですもんね。いいところを見せたいというね。さあ秋山が、あーすごいジャンピングに、竹内さん、
鶴田のどっちがすごい。今はね、切れ味は秋山のが上になってきましたね。なるほどね。重さで鶴田、切れ味で秋山といったところでしょうか。そんな感じしますね。さあ場外戦です。あ、この2人熱くなる。鉄柵鉄柵、秋山が背中から打ち捨てられてしまいました。この秋山、馬場さんからはお前はいずれにトップに立つ人間だからこうやれと。面白い話がありましてね、ええ、ストンピング系はやめる、つまり、うん、足の甲では打つのはいいんだけども、踏みつけるのは下品だからやめろと。はあ、こういう、ね、教育を受けたそうですね、秋山選手は。まさに英才教育ならぬ王道教育ですよね。そういえば馬場さんのファイトは品がありましたからね。ありましたね。さあその秋山をリング中央に捉えました大森どうであります。でこの次期シリーズ2月12日開幕戦、この後楽園ホールになりますが、世界タッグ挑戦者決定戦も控えております。ノーフィアーとベイダー、ウィリアムス、勝った方が2月20日神戸大会チャンピオン小橋秋山に挑戦するという、大森にとっては次期シリーズは楽しみです。さあ3半戦が出てまいりました。目まぐるしく相手が変わります。さあ秋山と半戦です。後ろからスリーパー気味に攻めていきました、半戦です。このスタンハンセン、馬場さんが帰ってきたという展示会がこの前日、前々日と行われていたんですが、そんなコメントをこのハンセンが言ってまして、一周期そんなに経ってしまったのかとショックだった。馬場さんのフィギュアを見て泣いた。馬場のことを忘れない。ファンの皆さんに感謝したい。こういうことを言ってましたね。あれだけ激しい戦いをしたライバルだったんですけどね、やっぱり晩年は本当に分かり合った2人だったですね。最大の最愛の最後のライバル、そしてパートナーがジャイアント馬場ということが言えると思います。馬のハイキック、あーよく足が上がるな。秋山の顔面を捉えております。田上明です。やっとここ 2,3 年馬場さんの期待に応えられるような試合ができるようになってきた。本当は竹内さん、馬場さんにいい試合をしてもっともっとあの笑顔を見たかったと田上語っているんです。そうでしょうね。 DDT です。なんとエビに固めて2まで行きました。自宅にトレーニング器具をもらいました。馬場さんの器具です。そして息子の名付け親にもらってもらいました、この田上明。ハワイで馬場さんの息子に間違えられたそうですよ。まあちょっと雰囲気は似てますからね。本人は嫌だったそうです、馬場さん本人は。田上はまんざらでもなさなかったようです。さあ新ロックのように行きましたか。リングの中央です。秋山を捉えています。ビールの一気飲みは9杯目でジャイアント馬場さんに負けたと思い出してお話をしてくれました田上明です。さあ大森にタッチが行われました。黒いタイツの大森、さあノーフィアでの勝ち、馬場さん家の前で報告することができるかどうか。2位を落としていきました。そしていずれこの2人が三冠戦になってほしい、そんな願いを込めて守りたいと思います。ジャインのエルボー、さあ秋山から小橋にタッチが行われました。かつて馬場さんは言いました、新人の頃この男何年でなく何日でも強くなる、何日かで強くなる、そういうふうに言っていました。対空時間の長いブレンバスター、本当は新人の頃は細かったんですよね。細かったですよね。とにかく食べるようによくこれだけ分厚くなりましたね。そうなんですね。とにかくわざとたくさん注文を馬場さん自身がして遠慮するもんだから、お礼腹いっぱいだからお前食べろと言ってこの小橋を太らせました。ジャイアント馬場、村板にチョップ、もう一回村板にチョップ。この小橋健太、実はこの秋山のデビュー戦の相手がこの小橋健太でありまして、その時からそれがこの後楽園ホールでした。その時からこの逆水平を己の武器にしております。エルボーを打ち返しました大森。あしかし膝から崩れ落ちてしまいました。10分が経過しました。ジャイアント馬場一周忌追悼興行であります。社として33年、馬場さんの戦いをリアルタイムで取材してまいりました竹内康介さんが放送席解説です。竹内さんのお家には CD が王者の魂が入れたままなんですって。もうこの1年間は入れっぱなし状態です、と言いますと、やっぱり仕事で行き終わった時、やっぱり何か馬場さんを思い出したい時、どうしてもやっぱりそのスイッチに手が行ってしまうわけですよね。会場の雰囲気もな、王者の魂がかかるだけでカラッと変わりますからね。これあれをかけることによって、ね、本当馬場さんをね、まあ、ストレートになんかね、こう思い出せる扉になると言いますかね。それから竹内さんは偉大な称号、偉大という、まあ、称号を挙げられるのはジャイアント馬場さんだけではないか。まあ、強いとか最強とかですね、まあ、達人名人という形容はありますけどもね、やっぱりその偉大というのはね、やっぱり本当馬場さんだけに当てられた人の称号ですよね。なるほど。そして高橋さんはまた式の中で61年間にわたる人生への評価が馬場さんそのものだとも書いておられます。こちらを伺いましょう。あ
大森が勝ったんですが、何せ3対1、これはちょっとぶりがありましたが、でもあっぱれですね。頑張りますよね、さあこの窮地をどう出していくか。この61年にわたる人生の評価というのは竹内さん、どういうことですか。それはね、単なるプロレスラージャイアント馬場だけではなくですね、人間馬場表現としてのですね、やっぱりそのファンの人たちの見方、それがやっぱりまさにその明るく楽しく、そしてやっぱりあの激しい人生の生き様、それにやっぱり共通してるんだと思いますね。プロ野球からプロレス界へ、多くの挫折困難を乗り越えてきましたもんね。ですからね、プロレスのスーパースターという一つの枠組みではなくね、やっぱりその人間ジャイアント馬場がですね、これだけやっぱりファンのハートを揺すぶってきたわけですよね。大森という声がたくさん飛んでいます。このファンのぬくもり、これは竹内さん、馬場さんが作った、築き上げたものですね。まさに馬場さんの空間なんですよね。さあご覧のようにコブラツイストにとって今先見のコブラであります。そういえばそのファンの温かさといえば、私もこの実況席でこのなかなかうまくなくて、この机に突っ伏した時に馬場さんが時期うまくなるよと励ましてくれました。そしてファンの皆さんの温かさに言いまして、また戻ってくることができました。あっと強烈なチョップ、一発で会場がどよめいてしまいます。さあおっとハンセンですか、ハンセンが来ましたよ、ね、さあハンセンとこばし、ハンセンとこばし、ぶつかり合います、ぶつかり合います。さあレンズと紙を掴んで、そして鉄柱、赤い鉄柱、これには秋山も応戦しますが、ハンセン大立ち回りであります。今これからタイタフが駆けつけようというところであります。さあしかしハンセンコールが起こりますが、ハンセン鉄柱にぶつけられました。場外戦が続いております。スタンハンセンちょっと捕まりました。一番痛い技は16問、そして脳天チョップ、馬場さんの脳天チョップ、こういうふうに話していました。鉄板で殴られたようだという、そういうふうな思い出を語ってくれましたハンセンです。さあ試合の権利があるのはまだ大森です。権利があるといえば捕まっています。この気持ちをもうだいぶ5分以上捕まってますか。長いですね、はい、カバー来ました小橋健太であります。この小橋健太選手も3年半馬場選手で付き人をしました。しかしネットをかけてしまったり、お風呂で、そしてシューズを左右に逆に、履かせたりして、何度も福知山へ帰ると、こういう僕は出来の悪い付き人だったかもしれませんというふうに話していますが、しかし自宅のトレーニングルームで、馬場さんのトレーニングルームでチャンピオンベルトを、あの例の、宝石がギラギラした、はい、あれはインターヘビーですか。そうです ね、インターナショナルですね。あれを任せてくれたんだそうです。そしていつかは自分もチャンピオンにと奮い立ったそうであります。さあ三沢光晴です。フライングラリアット決まりました。三沢や小橋を竹内さん、馬場選手がジャイアンツの松井や高橋のような存在にしてやりたい、そう言ってましたね。どうですかこの言葉は。やっぱり本当弟子に対する思いやりですよね。俺の宝は選手たちだよと言ってはばからないジャイアント馬場でした。あーよく見ている、エルボーで現役ロープに飛ぶ、帰ってくるところもキックで返す大森が、今度はネックブリーカードラップ返しました。一つやられて一つ返せるようになりましたね。そうですね、しかも長い間捕まっていたんです。さあハンセンが突進、秋山放送席まで飛んでくる。ブレーキの壊れたダンプカーぶりがあの最強タッグ、スタンハンセン田植え組でした。まさに馬場ハンセン組を見るような会場劇でしたからね。そうでしたね、我々は夢を見せてもらいました。さあロープに飛ばした、突っ込むところを、ああ壊しました。そしてエルボードロップ、15分が経過。そういえばこのハンセン選手も馬場選手も意外に細かいところ上手いんですよね。そうですね、小技と言いますかね、うん、そうなんですね。よく見ていましたエルボーインサイドワーク。さあ15分が経過していますよ。勝負の大きな山どこで訪れるか。2対1、またブーイングが起こっている。スタンハンセン、さあどう切り抜ける、ダダ怒れている、ならばと捕まえてダブルのブレンバスター。三沢と小橋、このダブルのブレンバスター、次は竹内さんいつ見られるんでしょうかね。そうですね、3年ぶりのタッグです。さあアーブとかにラビアットも2つにショルダータックルからエルボー打ってった秋山が逆にですね、こう腰砕けになりましたから ね、やはりハンセンは乗っています。さあそして今度は田植えが出てまいりましたよ。川田の出ました、足の見割りですね、足の見割り、小夏クラッシュ、まさに王道継承、いつもより足は高く上がってますよ。本当ですね。さあそして川崎から川崎落とし、本当にこの田植えに馬場さんをバブらせたファンが多いんです。
川田の復帰で張り切っています。次は世界タックルという武道館大会では馬場さんもよくトップロープから飛びましたが、ダイナミックプレス見せてましたからね。そうですね、今日も見せてから出ましたね、ドロップ、これは嬉しい。もう馬場さん3連発じゃないですかね。本当ですね。さあ田上明、ニュートラルコーナーに押し込んだ。しかし秋山も黙っていない。ズーム抜けで運動神経これを脱出しました。そして小橋健太です。小橋健太にタッチが行いました。まあ今こうやってずっと話してきましたように、竹内さん、はい、この今は一流の選手もみんな新人時代がある、その練習生新人を手元に置き手塩にかけて育てるのが馬場さん流だったわけですね。もう各巡業の試合も入念に教えてましたからね。大開脚キック、毎日毎日ですよね。この大開脚キックもね、馬場さんの教えをアレンジして作りました。田上明、今度はミサイルキック、本当に吹っ切れてますね。吹っ切れてる大森はやっぱり強いし怖いですよね。さあそしてアピールしていますよ、何を持ってくるのかな。さあドラゴンズープレックス、リングの中央で決まりました。さあ試合が動き出したぞ、試合が動き出した。秋山もハンセンが場外に送り出す。さあハンセンとタウゾ、さあ3対1状態ですね。そして大森がいます。小橋を捉えました。さあ小橋踏ん張りの、おっとバーバハンセンを思い出す、ダブルのキックいきました。これで4つ目出してくれました。そしてブロディをホーストさせるようなドロップ、ニードロップ、大森です。おー、アクスボンバーですかね。お、そしてハンセンは身長飛ばしていますよ。スローインが見られるか、ミサイル動きが速くなったぞ。さあどうするんだ、小橋がスローインを受けようとしている。あーっとアクスボンバー飛ばした。ハンデルソンスーペックス、リングの中央真っ逆さま。さあハンセンをカット、ミサイルミサイル。さあその間にハンデルソンから、あーっとカウント2で跳ねのけました。大森この辺りが成長です。横浜大会では川田から初めてのピンホールを奪いました。さあしかし、キックオイダー投げっぱなし。そして三沢光晴、何をくるタイガーと、タイガーどれなんでしょうね。そのまま落としました。さあそしてカウントほとんど入らず、さあハンセンがいます。マハザーラリアット、リングの中央ラリアット、エビ状態黒字バンキキュース、完璧に決まりました。最後は小橋のラリアット、馬場さんに送る新婚のラリアットです。いやそれにしましても高橋さん、素晴らしい試合でしたね。いい試合を見せてくれましたね。一番どこが竹内さんとしてはこうガッとのめり込まれましたか。やっぱりね、6人が6人ね、馬場さんの自分の中のイメージを抱きながらね、何かこのリングで見せたいという意欲がね、非常にやっぱりよく出てましたよね。ハンセン選手が今馬場さんの家の方に向かってテキサスローンの方に握り拳を突き上げました。どうでしょう、竹内さんね、熱い声援、これから熱い声援、全日本は心配しなくて大丈夫だと思います。馬場さんも安心してですね、また天国で見ててくれると思いますね。馬場さんご覧になりましたか、まだ弟子たちは立派にその意思を受け継いでおります。三沢に託された王道全日本を見届ける、それが私たちファンにできる唯一の馬場さんへのお礼ではないでしょうか。いい試合をありがとう。19分飛び1秒、小橋が最後はラリアットで大森を抑え込みました。記録はエビ固めでした。ジャイアントババ一周期追悼工業、解説は番組の竹内光介さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。全日本の歴史を踏まえてお伝えしていきたいですね。はい、ありがとうございました。本日はジャイアントババ一周期追悼工業、ご来場誠にありがとうございました。